YouTube、 どうもこんばんは、ヨピです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ということでですね、いやー、もう3月18日にね、発売されたね、マックスタジオスタジオ、まあどっちでもいいわ、マックスタジオね、あと新しいディスプレイ、あれはいいけどね、20万ぐらい、ちょっと高いよなちょっと高い。まあ確かにね、そのマックスタジオもね、すごいですよね。 M1 マックスですら、あのベースモデルということで、まあ上位機種が M1 ウルトラとかいうわけのわからん、もうなんか M1 マックスが2個ついちゃったぞみたいなね。でも2個つくならもう4つもつくんじゃないのとか、もう Mac Pro とかにね、つながっていくのかなと思いますけど、まあ当初移行期間2年ってされてたものは、まあまだインテルマシンは Mac Pro と、あと Mac mini だけは残ってるのかな。なんかひっそりと iMac の27インチ消えましたね。何のアナウンスもなくね。で、後継機種も出なくて、消えたんで、まあ、どうなるのかちょっとわかんないんですけど、まあ、別にその iMac が、いいのが出ればっていうところで、ちょっと待ちではあるんですが、まあ、別にまあ、急がないかなと。まあ、従来型のインテルで、とりあえずは、作るものはまあこれで作るしかないのかな。あと2、3年はこの iMac2017 のお世話になるかなとは思ってるんですけど、まあそんな中でね、買ったこの MacBook Pro 14インチなんですけどね、まあね、これまあ大体ね、1月の中旬以降、まあ下旬か、もうに届きまして、オーダーしたのが12月の半ばですね。1ヶ月以上かかって、来たものなんですけどね、まあ大体結構、まあまあちょこちょこちょこっと使ってみたんで、まあ結果から言うと、結論から言うと、まあ買ってよかったなと。はっきり言ってね、正直ちょっとオーバースペックかなとは思いました。これは M1 Pro のチップの、もう吊るしのモデルに、SSD を 1TB に変えただけなんですよね。まあ、グラフィックのコアも、ま、そこまで盛らなくてもいいだろうし、CPU のコアももう盛らなくても、もう性能がいいの分かってますから。で、M1 の時でも、まあ、M1、MacBook Air とちょっと迷いましたけどね。あっちの値段の、方がやっぱ安いっていうのもあるんだけど、結局、まあ、メモリーを 16GB にして、で、ストレージを 1TB にしていくと、まあ、MacBook Air だと、まあ、一応、ベースモデルの7コアじゃなくて8コアにしちゃうと、まあそんな値段これと変わんないかなという感じだったんですね。で、これが25万弱で買いました。普通は26万ちょっとするんだけど、子供のね、学割で買いました。これは。はい。で、まあ一番ね、懸念していたのはね、デザインなんですよね。はい。もうね、Mac の性能がいいのはね、まあもう分かってるんですよ。M1 系のね。M1 だろうが、M1 Pro だろうが、M1 Max だろうが、まあ、性能がいいっていうのは分かってる。で、4K 編集も難なくこなすと。で、私ゲームしませんから、ゲームなんか全然関係ない。もう、本当だったら、GForce の方が早いぜとか、まあそういうの関係ない。なんだけど、デザインですよね、このボディのね、愛着が湧くかっていうと、そこだけなんですよ。で、前のインテル版の2020の MacBook Air はやっぱかっこよかった。
ボディの薄さとかね、うん、今でもかっこいいと思う、うん、でやっぱり M1 MacBook Air がいいかななんても思ったけど、息子と同じもので被るの嫌だったし、まあやつはシルバーなんだけど、まあ俺はこの何スペースグレーのねやつを選ぶんだけど、まあ同じものがまあ家に2台あっても嫌だなっていうのもあったし、まあ別にこう強要することもないんだけど、そのノートだからね。でまあ実際は俺はまあ家にまだ置いたまましか使ってないから、まあまだ持ち運ぶ用途に至らないんだけど、まあそうね、もうちょっとこれの支払いがちょっと落ち着いたら、あと自分でこうやりたいこと全部 DTM のね関係でやってみて、もうこれ以上わかんねえよってなった時に、まあ来年か再来年ぐらいかなぐらいも目処に、DTM 教室みたいな、まあちょっと月謝制みたいなところね、そこに行きたいなと思ってます。でその時にこれ持ち運べて、まあそのくらいの頃になったら、もうひょっとしても完全にこのインテルから M1 系、アップルシリコンに移行してるような気もするんだよね。そしたらもう家の作業、環境がそのまま外に持ち出せるんで、まあそしたらこれに対応した、まあモニターを買うか、まあ27インチぐらい大きい iMac をまた買うか、まあちょっとわからないんですけど、まあでも、基本的には、モニターだけを買って、これに繋いだ方が安上がりではあるよね。うん、多分。うん。まあそれが、Apple の今回発売されたディスプレイは、まあ20万弱ということでちょっと高いんだけど、まあ普通のメーカーだと、まあどれぐらいですかね、4K で、5、6万で買えるんですか？うん。まあ、アップルストアにある LG のやつでは8万なんぼか。うん。まあ、ただデザインがね、その、iMac の方で慣れてると、やっぱりもうモニター自体も、まあ、Mac、Apple のね、デザインが欲しいわけですよね。まあ、その辺はちょっと、まあ、これからまた考えればいいかなというところで、まあ、これ以上安いディスプレイ出してこねえだろうとは思うんだけど、まあ、その時に考えたいと思います。で、さっき言ったように、このデザインなんですよね。まあ、最初ね、ウェブとかで見たときはね、ちょっとかっこ悪くねって思いました、正直。なんか、平べったいし、その、何、分厚そうな感じするしさ、これさ。ね。うん。でも、実物を見に行ったときにですね、近くの小島電機に見に行ったんですよ、私。小島ビッグカメラですね。まあ、もともとは小島電機だったんですけど。まあ、専用コーナーがちょこっとだけあって、そこで見てきたんですよ。あれ？写真とかで見るのとちょっと違くねと。え、かっこいいじゃんと思って。で、厚いかなと思って、分厚そうに見えた、ここもね、全然そんな厚くないんですよ。でね、これ触るとわかるんですけど、触んないとわかんないんだけど、もうなんかツルツルなんですよ。こういうもう面の取り方が、当たり前なんですけど、雑には作られてない。もうね、触ってると全然違う。でもね、重たいのはちょっとたまに傷っすね。MacBook Pro の刻印。ここね、出てますよ。誰も見ない、ここね。あとね、このスリットがね、結構大型化されてる。ここも、おうおう。ここもね、うん。こっから吸って、こっから吐くの？こっから吸って、こっち吐くんだな。うん。だからなんかね、穴が開いてるなっていう感覚がすごいんだ、これ。ちょっと。だからなんかね、別に押し込んで、なんか凹むってわけじゃないけど、ちょっとね、剛性感がちょっと心もとない感じではあるの、なんか、押すと、なんか。だからここはちょっと一番気をつけた方がいいかもしれないね、持ち運ぶときはね。うん。ちょっとその辺はね、怖いかなって思います。で、さっき言ったようにデザインなんだけど、すごく、平らなんだけど、なんか新しい平らって感じ。うん。こう、ほんと、触ってみてください。お店行って。びっくりしますから、ほんとツルッツル。うん。で、あ、これ悪くはないかなと。でもやっぱりくさび型の MacBook Air の方がかっこいいんだけど、まあこれ、今の性能の中でこれよりいいものないから、ほぼね。うん。
これにしたんですけど。まあ、あとやっぱ端子ね。マグセーフ3で、貴重なサンダーボルト4のね、ポートが一つ消す、充電でね、なくならないっていうの一つ大きいし、結構ね、なんか雑誌で見たら、ここのね、3.5 ミリのヘッドホンジャックもね、結構アンプ、内蔵のアンプの音が良くてね、まあ、オーディオインターフェースいらなくても、まあまあ、いいヘッドホン聞けちゃうみたいな感じで書いてありましたね。まだこれで本格的に音楽作ってないんで、まだあんまり繋いでないんですけど、まあそのうちその繋ぐ時とかね、まあお世話になるのかなと。で、これはね、HDMI。まあこれは今後使う可能性があるっていうので、まだ全然使ってないですね。で、こっちサンダーボルト4、またもう一発入って。ここにあのルナディスプレイ用で出力するものを、サンダーボルト3ケーブルを挿して、iMac2017 に挿してます。あとやっぱ SD カードするとね、まあ、これあるとやっぱ確かに便利だったわ。うん。ドライブレコーダーとかのね、動画とかね、画像とか。まあ、あとは一眼レフの動画をまあ、使った時は、まあ、これあった方がいいのかなっていうのはありますよね。うん。大体のね、外見はそんな感じですね。で、はい。これ。やっぱ確かにね、俺が最初買った MacBook っていうのは、インテルのコアデュオでした。コアデュオ一番初めてインテルになって白いポリカボネートのねMacBook だったんだけど、あの時も確か マグセーフだったんだね。うん。まあ、それからするとね、あれで何ぼしたっけ、結構したよ。40ギガのハードディスクを80ギガに換装しただけでなんか1万か2万ぐらい違ったのかな。まあ、メモリとかは自分で変えたんだけど、その後なんかハードディスクも簡単に変えられるのが分かったんで、まあわざわざアップルでそんなことしなくてもよかったかなと思ったんだけど、まああれはあれで、でも重かったね。光学ディスクドライブも入ってたしね、バッテリーも取れたりしてたんでね、今とは比べ物にならないぐらい重たいんだけど、うん。まあそれ使ってから、まあでもノートタイプってあんま使わないかなと思ってたんですけど、まあ、とりあえずね、1台、M1 系っていうかね、新しい Apple シリコンのパソコンが欲しかったんで、私はこれに買ったと。それだけにしてはすごくオーバースペックだなと、そういう感じなんですよね。メインとしてはほとんど使ってなくて、やっぱりもう、やっぱ iMac ってすごい使いやすいんですよ。画面でかいし、キーボードとマウス独立してるし、うん。でね、ちょっとインターネット見たら、今だと、ウクライナとロシアのね、戦争のことだとか、すごいやっぱ気になるんで、そういうののニュースチェックしたりとか、動画チェックしたりとかすると、もうやっぱ iMac の前に座るだけで、パッ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 見れるのが一番いいんですよね。まあ、それはね、これでちょっとあんまり使うかって言ったら使ってないんだよね。うん。で、まあ、ちゃんとそのうち使います。まあ、ちょっとね、あと、それで、まあ、キーボードね、うん。キーボードはですね、初めての US キーボードにしました。まあ、日本語とかのね、この、切り替えがね、ちょっと難しい時、難しいかめんどくせえ時があるけど、まあでもやっぱり、キーボードの表示はすごくスッキリしてて、やっぱこれかっこいいなと思いましたね。まあ、ただ、まあ、コマンドオプション、コントロール、この辺の、キーの配列が、やっぱ今まで慣れしんできた JIS キーボードとちょっと違うんで、こっちだと A 数で、ね、こっちカナが入るんでね。で、スペースキーはもうちょっとちっちゃいんだけど、まあなんて言っても JIS キーボードがいいのはね、このリターンキー、エンターキーが大きいことなんですね。パーンってね、やっちゃえるぐらいな、パーンね、いい、なんですけどね。まあタッチバーは確かに俺もいらないと思ったんだけど、だから13インチの MacBook Pro はやめて、こっちにしたんだけど、まあ、タッチバーがいい。まあ、その他にも理由があって、あ、でも後で言いますけど、まあ、タッチバーじゃなくて、やっぱね、物理的なキーの方がやっぱいいのと、あと、感心したのはこれね、タッチ ID。MacBook Air の時もついてましたけど、こういう凹みはなかったんですよ。うん。なんか、黒い、ちょっとこれの4分の1ぐらいの大きさのものがちょこっとついてただけなんで、まあ、それでも別に認識はしてくれましたけど、まあ、こちらの方もね、タッチ ID の登録から、ね、全部設定っていうか、早く行きますね。さすがにその何、立ち上がりもめちゃくちゃ早い、その起動とかね。その辺は確かに噂通りだな。というのは、アクティビティモニターで動画の書き出しですね。でも、この間のニューバランスの動画書き出した時の、
ものなんですけど、まあ内蔵のね、M1 Pro 内蔵のグラフィックはね、まあまあ半分から前回まで、まあわりかしこう、多岐にわたって使ってるんですけど、だからこれ余裕あんのか余裕ないのかちょっとよくわからないよね。でも、まあそんなに悪くはないと思うんですけど、で、問題はそのコア1からコア8まであるんだけど、コア1にはもうめっちゃ使ってるんですよ。で、コア3、4に限っては、まあ、20% から 30% ぐらいかな、見た感じ。で、5、6、7、8と、まあ、10% 以下ぐらいってな感じで、こう、グラフで見るとこんな感じなんですよね。ということは、これ、おそらく、ちょっとはっきりわかんないんだけど、コア1と2は多分、高効率コアなんですよね。アイスコアってやつ？で、多分ね、これは、消費電力を抑えるために、高効率コアをフル回転させてるという。だから、高性能コアが出る幕でもねえよっていう、俺のね、編集だと、そういう話なんですよ。で、3、4、5、6、7、8がおそらく高性能コアなんですよね。で、MacBook Air の M1 チップだと、高効率コアが4コア。で、高性能コアも4コアってことで、4対4のね、ものでやってるんだけど、こっちは高効率コアは2個。で、残りの6個、8個が、まあ、高性能コアなんだけど、まあ、これだけ見ても、4K のエンコードをしてながら、まあ、だいたい使ってるのは高効率コアだよということで、電力量も抑えられて、消費電力も抑えつつ、まあ、書き出しも確かに早いです。はい。だから、まあ、これはまあ、とんでもないですよね。これを使え、この、まあ、M1 Pro ですら、こんなんだから、M1 Max とかいらんのですよ、本当に。グラフィックコアが、まあ、確かに上がるかもしれないけど、CPU コアだって、この8コア全部分回すぐらいの作業って何すりゃそうなるんだろうって、ちょっと不思議に、まあ、思うんだよね。まあ、4K の動画を何本も重ねておいて、トラックっつうかところに、トラックって言わないの？あれも、ちょっと映像ちょっと苦手だからね。まあ、何ストリームってあるんだろうしね。で、それで重ねてそういうのがあって、あとはエフェクトとか重ねてからかな。まあなんか、アップルのホームページだとね、アンプデザイナーとかのね、何個使用しました、同時に使用しましたとかで、で、何倍とかいうことが書いてあるんだけど、まあ、そんなことはね、しませんから、基本的にその一つのトラックに、ギターのね、アンプエフェクターをね、そんな何本も、させるだけ刺すなんてことは、やったことはないですからね。そんなこと多分やらないんだけど、まあ、ロジックプロの CPU パフォーマンス、M1 プロの方で見ると、まあ、そういう風に書いてあるわけだよね。まあ、10コアのやつが、まあ、標準になるんだけど、まあ、これだと、インテルコア i7 の13インチ MacBook Pro。これ、おそらく2020年に発売された、アイスレイクのね、多分、4ポートの MacBook Pro だと思うんだけど、それの3倍と。より多くのアンプデザイナープラグインということで。ねえ、まあ、これ16インチにしたところでも、あんま変わん、16インチだと、対象が8コアのインテルコア i9 になるのね。で、まあ、それはまあいいとしても何倍とかまああんま気にしなくてまあいいと。もうとにかくその性能は M1 Pro の吊るしでもめちゃくちゃポテンシャルが高いということだけは分かっていただければもう何を買おうが自由です。はっきり言って。最低スペックって言うけど最低スペックって言い方よりもベースモデルって考えた方がいいですよね。上位機種とか下位機種って感じじゃないんですよ。もう昔のインテルならそういうことが言えてたかもしれないけど、買いスペック買っちゃうと、いざって時こういうことやろうとするとき、ちょっとすげえ遅いよとか、なんかあったと思うんだけど、もうこの M1 になってから、上位下位っていう概念は確かにあるんだけど、もうできることがもう、なんていうの、もう1段も2段も3段も上行っちゃってるから、もう別にそのもう、お金があればもう高いの買ってもいいし、その、
例えばこっちはちょっと抑えて、じゃあ iPad 買うぜとか、あのね、Apple Watch 買うぜとかね、ワイヤレスヘッドホン買うぜとか、これでもいいと思うんですよね。うん。まああとはそのここの奥にも見えてるように外部ストレージもね、あのあった方がやっぱ便利ですから、まあこれはね 1TB のあのサンディスクの、これは動画とかね、あのいろんなものを収めたりとかして、で奥に見えるのはあのハードディスクですね、 2TB かな、うん、それのバックアップ用、これはねタイムマシンの、まあ消えて困るデータは ほとんどまだここに入ってないんだけど、まあ一応ね、あの家にあったんで、あの遊ばしとくのももったいないんで、そのウエスタンデジタルのねマイパスポートってやつなんだけど、これを使ってます。はい、まあ iMac で前使ってたんだけど、なんかあまり調子良くなくて、あっち、うん、これあっちから引き抜いてきました。それとあと、まあ、なんで MacBook Pro 13インチじゃなくて14インチにしたかということはですね、まああとサンダーボルトっていうか、まあさ、あれは USB4 ポートってことだからね、まあ、2個しかないってこともまあ確かにあるんですけど、まあそれをハブつければまあなんていうの対応できるんですが、一番自分が気になってたのはこの画面なんですよね。それも大きさじゃないです。これ13インチとか14インチとかそういうのどうでもよかったんですよ。これのディスプレイがミニディスプレイ、ミニ LED になってて、そのなんだろう、画質がめちゃくちゃ良くなったって、リフレッシュレートが 120Hz まで対応したって、あの iPad Pro の画面と同じになったってことなんですよね。で、HDR とかにも対応してるんで、まああの今までね iPhone のこの画面ね、あのでは再現できてたものが Mac では今まで再現できてなかったということで、それがやっとね初めてなんですよね。確かこれ、この14インチと16インチのディスプレイが Mac で初めてその HDR とかに対応したやつなのかな、確かね。うん、まあめちゃくちゃいいよということなんですよ。で、確かに見たら、これまあノッチが気になるっていうか言う人もいるけど、まあ、こうやって見りゃ、ここだけ見りゃ、なんか気になるんだけど、あんまこんなとこ見ねえしさ、なんならこのメニューバーがどうしても出てくるから、これはまあ、うまい作りだなと思いましたよね。これがだってもしあったら、こういう画面になって、ここもうちょっと、あの、1センチぐらい、あの、画面縮まるんだもんね。14インチにしちゃってもね。だから、うん。まあ、これはこれで別にノッチとか、まあ、あんまり気にしなくていいかなと。で、ノッチとか言ってますけど、このカメラで、まあ、あんま自撮りとか しないけど、その、フェイスタイム、フェイスタイムだっけかな、フォトブースでちょっと試してみたんですよ。したらね、今までのインカメ 720p とかばっかりなんですけど、うちにあるものは、まあ、めちゃくちゃ綺麗に撮れた。うん。なんかに使えねえかなとも思ってるんですよね。自分の顔としてもしょうがないんだけど、まあ、例えばちょっとこう、VTuber 的なものとかね、その、あの、何、アバター作って、その、アバターがあって、その、喋ってるみたいなね。まあ、それは iPhone でもできるんだけど、まあ、そういうのに活用できないのかなって、すっごい綺麗ですよ。うん。同じ自分の顔とは思えないかったぐらい。うん。今までの iMac シリーズだとかね、iPad シリーズとかだと、どうしても顔がくすんで見えたりとかしてたしね。うん、それがね、全然違うんですよね。なんかなんなら、補正フィルターでもかかってんのかっていうぐらい、びっくりですよ、本当に。で、あと、このミニ LED を使ったことによって、暗い部分は黒のままっていうか、その、あの、液晶ってこう、パタパタってこう、シャッターみたいなのがあってね、こう、あの、光の三原色のね、フィルターがあってこう、閉じたり開いたりして、こう、色出してるんですけど、常にバックライトで光らしてるわけですよ。で、有機 EL だと、発光するか発光しないかは、その一つ一つのものなんですけど、まあ、それを今度ミニ LED に置き換えて、まあ、あれ、その有機 EL だと焼き付きが心配らしくてね、どうしてもここのところ常時、付きっぱなしなんで、焼き付いちゃう可能性があるんでってことで、液晶なんだけどミニ LED で。で、光らないところはちっちゃく、もう、一個一個がちっちゃいですから、暗くなってるわけですよ。だから、より黒は黒っぽく。うん。っていう感じで、いや、もう、それはね、本当に確かにね、ダークモード見たら、今までの黒とちょっと違うぞと。うん。
ったらいい。ほんとね、俺も大学とかに、大学生とかだったらね、ほんとこれとか持ち歩いてたね、多分ね。うん。これ持って、通学とかしたかったね。もう何十年も前の話になっちゃうんだけど、欲しかった。うん。その時に。ちなみに俺が大学生の頃使ってたパソコンは、ラップトップとかもないし、ノートもないし、そう。自宅にあった PC8801 Mark II FR モデル30だけですよ。8ビットパソコンで、ヒーヒー言いながらワープロソフト即戦力ってやつね。で、卒業論文書いてましたね。漢字論文がね、第一推薦しかなくて、ない漢字が結構あるんだよ、その論文書いてると。で、しょうがないから外字作成って自分でドットを打ち込んで、その外字作成とかに、その、とりあえず似せて、作って、とりあえずその何、フォントとして使った記憶がありますね。うん。論文自体はもうデタラメなんで、大体書き写したらものを書いて、寄せ集めて、はい、つって提出して卒業だから、まあいいんだけど、まあ頃はきつかったっすね。はい。あれがまあ98だったらまだ変わってたと思うけどね。うん。88だったからね。うん。遅かったしね。まあそんなのもね、いい思い出ですね。まあパソコン通信とかもその時やってたしね。やってたってか、マルチカードみたいな、スロットが1個しか入んなくて、そこにマルチカードっていうのがあるんですよ。なんか、モデムと何かがくっつくようになってたのかな。うん。で、モデムカードが実装されたんで、そこに電話線つないで PC 版っつったかな。うん、NEC の。で、高校生の時とかだったから、中学か高校生の時だったから、銀行の口座とかちゃんとしたの持ってなかったから、親に頼んで、その、会費とか落ちるようにしてて。んで、やってる間ずっと電話代かかるんですよ。で、すげえ、やばいことになっちゃったんで、やめたってか、うん。でも大会とかもしてないし、あれどうなっちゃったんだろうね。うん。もうそんなサービスないと思うんだけど、うん。まあ、話はどんどん逸れていっちゃって。全然関係ない。MacBook Pro と全然関係ない話になっちゃったけどね。うん。まあ本当に今のこんなマシンがあったら、学生生活最高だなと。まあ M1 Pro よりも、ね、M1 の MacBook Air も最高ですよ。あれの軽さね。まあこれがね、1.6 キロということでね、若干重たいかなというところはあります。M1 MacBook Air が 1.29 キロですからね。その差300グラムぐらいなんですけど、300グラムってじゃあどれぐらいかっちゅう。iPad は400グラムを超えてるよね。でもまあ、荷物はね、軽いには軽い方がいいですよ。本当に。で、やっぱりね、ひょっとしたらこれが今後メインマシンになる可能性があるかなということで、せっかくね、M1 Pro チップを買ってるんですから、まあちょっとね、メモリ16ギガは迷いました。32にしよっか、16にしよっか。これがね、確か32にするとすげえ2万、今までの2万円とかじゃないんだよね。なんか、4万近くすんだよ。でもそれもしょうがないなと思った。メモリ帯域が M1 の倍ぐらいあるんだよ。倍近くあるのかな？だから、同じ構成にしました。M1 の MacBook Air と、この14インチの MacBook Pro。ね、同じような構成にしました。メモリ16です。はい、1TB ですってやっても、中の部分、ファブリックとかね、その部分がね、全然ちょっと違うんだよね、スペックがね。見えてる部分は一緒だけど、実際はもう中の信号のやり取りのスピードが全然違うっていうのも倍ぐらい速いんだよね。だからそしたらもうこういうのって日進月歩なんで、もうね、とりあえず新しいもの買っといた方がいいかなと思いました。で、メモリーはでも16ギガで、まあ8ギガでもいけるみたいなね、最初の頃あって。まあでも8ギガじゃ足りねえとか、16ギガ必要だとかって言ってて。で、今度16ギガこれができるんだけど、32ギガまで OK だし、M1 MAX に至っては64ギガまででしょ？でも金がいくらあっても足りませんよ、もうはっきり言って。だから、まあ16でいいだろうと。で、それを考えたのは、1テラにしておいて、500ギガの分を、1テラにしておいて、まあ、そこから、ま、スワップ、まあ、仮想メモリーみたいな、形に
しても、今度、このまた SSD の速度が M1 の MacBook Air とかにね、全然速いんですよ、もう。もうぶっ飛びの速さですね。だから外付けの、サンダーボルト3とかで繋いでも、それよりも全然速い。それなの反、比較にならないぐらい多分速いと思いますよ。うん。SSD ってコントローラーが、その、容量が大きくなればなるほどいっぱいなんかなって、容量が多いほど速くなるらしいんですよ。その処理がね。うん。だから256で間に合うんだけどって人は512にしちゃった方がいいし、512で間に合うっていう人は1テラでもいいかなと思うんですけど、まあ、動画編集とかね、もしやってたら1テラあっても2テラあっても多分なんか足りなくなるから、まあ、そこはやっぱ外付けにちょっと逃がしていくしかないかなと思って。ただ、ここの環境の中でね、クローズの中の環境で、ストレージが足りなくて編集できねえってことになると、ちょっとそれもまためんどくさいんで、まあ、なんでそんなことがわかるかっていうと、そのプラグイン、こっちに iMac に入れてるプラグインとか、もう大体全部入れちゃうと、まあ、iMac はそうなんですけど、必要なもの入れると大体500近く使ってるんですよ、もう。で、こっちも 1TB の SSD にしてあるんだけど、やっぱりもう削れるもんはないんだよね。もう写真と、あと、なんだっけ、iTunes Music の今まで撮ってた CD から撮ってたものだとか、そういうもののライブラリーは外付けに逃がしてても、やっぱり500ギガ近くは使っちゃうんだよね。うん。だから、これも思い切って一応 1TB にしました。まあ、どの道ね、もう吊るしだろうが、あの時は吊るしだろうが、もうカスタマイズしたもう CTO モデルだろうが、納期がもう1ヶ月や1ヶ月半とかかかるんで、今だいぶ落ち着いてきて2週間ぐらいで来るのかな。うん。まあ Mac Studio とかはちょっとどれぐらいの納期になるかわからんけど、うん。今はだいぶ落ち着いてきてるはずです。はい。だもんで、そんな感じで、私はね、その MacBook Pro を買ったんですけども、いやもう、まああとそうですね、その使い心地ね。使い心地は、そう、ファイナルカットは確かに良くなった。うん。これはね、ちょっと驚きですよ。それでですね、この M1 Pro とですね、実際まあ一応まあメインとして使っているインテルの iMac の、まあ、ベンチの比較なんですけどね。まあ、こちらの MacBook Pro 14インチ M1 Pro、8コア仕様ですけども、これがね、マルチが9857、シングルが1760ということで、ね、すごい確かに早い。うん。で、対する、今一応メインで使ってるものの、iMac なんですけど、まあ、こちらね、ざっくり言うと、インテルコア i7 の 7700K、4コアの8スレッド、4.2GHz が低角で、4.5 でターボブーストなんですね。で、64GB のメモリマックスで積んでます。で、それがマルチコアで4655、で、シングルで1122ということで、まあ大体こんな感じで出てるんで、もうマルチだともう倍違いますね。はい。シングルだと倍とまでは言わないんだけど、まあ、全然 MacBook Pro の方が早いですね。で、グラフィックなんですけどね。まあ、メタルでこう、やってみましたけど、39,014 と。これに対して、2017のも iMac なんですけど、グラボの方の仕様はね、AMD Radeon Pro 580、8GB のメモリーのやつですね。これで、メタルスコアがね、4598なんですよ。ということは、ベンチ上では、iMac の方が、まだね、2017年モデルの方が、一応早いよという、計算にはなるんですね。うん。ところがですよ、その、ファイルが悪いのかどうかちょっとよくわからないんですが、ロジックはもう調子は悪かったんで、もう、それ分かってたんで、もう、思い切っても今まで継ぎ足してずーっとやってきたものを、もう一回消したんですよ、iMac の中。で、ほぼさっぱり消して、それで使えなくなっちゃったオーディオユニットもちょっと出てきちゃって、後でメールだ、で問い合わせしたりとかね、うん、ちょっとめんどくさかったんだけど、それでもわかんないものはもう、
まあ使わないだろうと思ってそのままにしちゃったんだけど、ロジックはね、復活したんですよ。もう立ち上がりも早くなって、うん、まあ今までなんかプラグインの再度読み込みとかって、何度リセットかけたりし、いろんなことやってもダメで、うん。で、ようやくそのロジックはキビキビ動くようになったんだけど、相変わらずファイナルカットプロ10はね、なんかね、レインボーカーソル回るんだよね。で、特に設定いじってないはずなんだけど、なんでか知んないけどそうなっちゃう。マシンのそこグラブの調子が悪いのか知らんけど、そんなわけないんだよね。だって内臓っていうか、まあチップは別にあるんだけど、ハンダ付けしてあるから、そんな壊れるとかってあるのかな。うん、それ壊れたらって動かないもんね。これのね、何がねすごい感動したかっていうと、今まで iMac もその調子が悪くなる前に、フォントとか選ぶじゃないですか、タイトルとかね。で、やっぱりそんな早くは選択できないんですよ。ここら辺でね、フォントの変えていくんだけど、それがね、このね、MacBook Pro とね、さーって選べるんですよ。な、読み込みスピードが早いんだろうね。うん、フォントのね、フォントつか、まあ、SSD のやり取りがめちゃくちゃ早いのか、もうこれだけでも、おって、もう、それ、ストレスは全然なくなりましたね。まあ、書き出しだとかもそういうのも早いというのはもう、わかるし、うん。あとはまあ、今これも 4K で撮ってますけど、4K で。何にも、あ、まあ、カクつかないかって言われたら、それでもカクつくね。なんか、レビューとかだともう全然問題ないとか言うけど、まあ、ちょこっと、初めのところカクついちゃったりするけど、それ、まあ、よくわからないですけど、まあ、別に気にしなければ全然気にならないレベルです。うん。なんか、最初だけかな。うん。まあ、他のソフトがちょっと立ち上がってたのかなとかいうのもあるし、うん、その辺よくわかんないですけど、全く使い物にならないとか、ずっとレインボーカーソル回りっぱなしみたいな状態じゃないんで、それは全然問題ないです。うん。だから、ファイナルカットはもう全然問題なく使えてて、今まだもう動画編集は今基本的にこれでしか使ってません。いや、以前買ったピクセルフィルムスタジオってやつのプラグインですね。これがね、やっぱ使えないんだよね。なんかね、M1 レディって書い、対応したっぽいこと書いたんだけどね、まあ英語サイトなんでね、なかなかでも本当になんか対応したのかな。アップデートみたいな、さっきのアプリみたいなのがあって、でも対応した、アップデートしてるんだけど、まあもともとインテル版で使ってた時もレッドスクリーンになっちゃって。これはちょっと違うメーカーのやつが欲しいなというところであって、まあ今、物色中っていうか、まあ大体これ買おうかなって決めてるんですけど、ちょっとお金も使いすぎちゃったんで、今ちょっとセーブしてるかなって感じなんですけどね。うん。まあ、ちょっと、ライブチケット代がすごいちょっと高くなったのと、あと、急遽再来週、サッカー日本代表戦、あ、まあ、休みが、あ、空いてるわと思って、急にね、ベトナム戦行くことになったんで、しかも初めてのカテゴリー1に、が取れたんで、まあ、今行かないんだね、みんなね、人気がないのかコロナなのかよくわからんけど、うん。まあ、取れたから、まあ、行くかと思って。でも、カテワンにしては安かったな。うん。9000ぐらい？うん。カテゴリー1って確か1万5000ぐらいしてたような気がするんだけど、前はね。うん。まあ、コロナだからかわからないんですけどね。うん。で、まあ、こんなことでつらつら言ってましたけど、ちょっとね、音楽関係で言うと、まだ、ロジックは、本体の DAW は対応しているとは言っても、アップルシリコンに、ロゼッタモードで作動させてます。というのは、使ってるプラグインが全部M1 ネイティブに対応してないからなんですよね。まあ、特に、なんだ、ソーセージファッターとか、ああいうの、まあ、あれも結構結構必須で使っちゃうんだけど、もう、割かし、下手すらいろんなものに使ってるんだけど、あれが確か、アップルシリコンに正式に対応するとは思えないんだよね。それでも多分、CPU の負荷率とか見てみると、もう全然余裕で動いてるなってのわかります。だから、
これがやっぱり M1 MacBook Air を選ばなかった理由の一つでもあるんだけど、ロゼッタ2使うのが前提だったんですよね。もうロジックの場合は、そのプラグインだけがそのロゼッタ2になると思ってたら、本体の DAW の方もロゼッタにしとかないと、ロゼッタ2にしとかないと使えないらしいんですよ。だってキューベースとかだと何、もうまだ全く何、 DAW 自体が何、M1 ネイブっていう風に対応してないっぽいんだよね。ちょっと前の情報だから、今改善されたかどうかわかんないんだけど。そうすると、やっぱり、GPU よりも CPU パワーの方がまあ必要になってくるんだけど、まあその中でも、まあそんなにたくさんあっても多分分散処理もそこまでしないだろうから、うん。まあそこは、高効率コアが2コアで、あと高効率コアが6個あればまあ十分かなと思って、まあ M1 Pro のね、こちらの仕様にしたんですけどね。うん、まあでもやっぱり13インチの MacBook Air を使ってた時よりも画面がこう広くなった感じがして、うん、まあトラック並べてもまあそんなに窮屈感はないのかなって思います。まあ問題はこれですよね。トラックパッドで作るか、もしくはね、マウスで作るかって、まあキーボードは別にこっちでもいいんだけど、あのね、いじるのはね、こっちの方がやっぱやりやすいよね。うん、これあんま好きじゃないんだ実は。というわけで、まああの今まあ Mac スタジオ、まあ最初にも言ったように Mac スタジオとかね、今盛り上がってる最中ですけども、まあ Mac スタジオね、最低ラインが M1 Max ですから、まあ相当なことをやらない限りは、まあ Mac mini でいいんじゃないのっていう思ったりもするんですけど、もう皆さん新しいもの好きもいっぱいいますからね、まあ、いっぱいそういう方が買っちゃうっていうのはわかるんですけど、まあ、ただ一つ懸念があるとすれば、まあ実物見てないから何とも言えないんですけど、ちょっと大きくねえかっていうね、そこなんですよね。で、多分排熱の問題がやっぱどうしても出てくるかと思うんですよ。で、こちらでもね、書き出し、その 4K の動画を書き出しているときに、そう、多分ね、一度もファンの音は聞いたことないですね。ここに、2ヶ月ぐらいずっとやってますけど、そう、ほんのり熱くもならないのよ。うん。だすごいマシンですわ、これ。うん。インテルの多分16インチの Core i9 とかだと多分さーっと、バーって音すると思うのね。で、MacBook Air の時のインテル Core 5のね、そう、2020のアイスレイクの時だともうすぐ音鳴るからね、ガーッつってね。で、あれファンだけしか回ってなくて、あのヒートシンクみたいなのないから、本当に何、風だけでヒューヒューヒューってね、シングルの、あの、シロッコファンで逃がしちゃうっていうね。で、それでね、あんま逃げないんでね。うん。で、これはもうさっき裏面見た時に、もうガバッと買う、もう冷却、もうスポーツカーみたいなもんですよね。ガーもう、空気取り入れてバーって排出できるんだけど、そうなんないのよ。使ってても。で、よっぽどのヘビーな使い方しながら、その時点にならないけど、これ以上どうヘビーなことしていいのかわからないね。うん。そういうのはちょっと正直あります。だから、M1 スタジオ、あんなにこんな感じのね、あれ、熱問題で多分こういう風にしてんのかもしんないんだけど、もっともっとこうちっちゃくできるんじゃないかな、そのうちね。うん、こんくらい、M1 ぐらいの大きさに、あ、Mac mini ぐらいの大きさになって、あの性能が多分今後実現できるんじゃないかなと思ってます。で、Mac mini のカテゴリーは、もっとさらに薄くなるとかね。うん。薄くできそうだよね。うん。iPad はね、ファンレス、当然ファンレスなんだけど、あれにちょっとちっちゃいファンがつくようなものだとか、まあ、またなんかできるかもしれないしね。うん。ちょっとよくわからないけど。ピエゾ素子使って、ね、強制的に冷却するかもしれないし。まあ、電気食うか、それ。うん。でもデスクトップならありなんじゃない？うん。ボートなら、今買うなら、私は普通の人は MacBook Air でいいと思います。だけど、ちょっとでもちょっと、使い込みたいなと思った人は、M1、あ、この MacBook Pro 14インチの吊るしモデルでも十分かなと思います。で、ストレージは
まあ、基本構成のまんまで、最初の基本構成はそのままで、ストレージだけはお好みでどうぞというところですね。まあ、私は1テラにしましたけど、やっぱり2テラ欲しいっていう人もいるだろうし。やっぱ中に入ってる方が便利は便利ですよね。うん。容量気にせず使えて。で、まあ、まあ、512でもいけるぜっていう人はね、まあ、それで使っていただいて。で、デスクトップのね、だから今、Mac Studio とディスプレイ、ニューディスプレイね。ここはちょっと難しいところですよね。40万超えになるのか？うん。そんぐらいになるよね。確かに。スタジオディスプレイと Mac Studio。45万ぐらい？まあ、漏れば50、60いきますね。うん。まあ、必要な人は買うだろうけど、必要じゃない人は、iMac の24インチでも十分かなっていう部分はありますけどね。まあこの辺はまあ使い方ですね。あと一番もう一つ大事なことがありました。私初めての M1 系の MacBook Pro とか Mac を使いました。まあ M1 Pro ですけどね。まあ M1 です。だと M1 でもいいですし、M1 Max でも M1 Ultra でもいいんですけど、ここが一番伝えたかった。伝えたかったことなんですよ。Mac はやっぱり Mac ちょっと変な言い方なんですけど、やっぱ Mac は Mac だったんですよ。はい。チップが変わってからすげえことが起きるのかなと思ったら、あっさり普通の Mac でした。今までと変わらない、これが一番驚きだったんですよね。うん。MacOS が同じなんですけど、その体験的にはそうスピーディーな感じだとかもちろんあるんですけど、ストレスがないとかスムーズだとかそういうところはあるんですけど、今まで従来使ってた MacOS と全く変わらなく使えると。だからこれはインテルだろうが M1 だろうが、それは全然関係ないです。まあ、使えない機能が、もうインテルだとちょっと切り捨てられてる機能とかなんかちょっとあるらしいんだけど、そのモントレーとかからね。まあ、それは置いといて、まあそれはやっぱり商売だから M1 系にね、移していきたいはずですからね。だけど、その MacOS っていうのはもうほんとこう完成されてて、そこもなんか Mac を普段使ってる人にはね。だからこれは機械が何であれ、MacOS を使ってなんか作業する、ものを作るとかね。そういったことに対してはね、何にも変わらないです。それが一番驚きです。だから、何の違和感もなく、インテルから、Apple Silicon の移行はもう全然関係ないですよね。だからお手持ちのソフトだとか環境が、まあ許せば、全然こっちに行ってもいいし、今のスピードで問題ないよっていうのだったら、まだ、サポートが許す限り、今のインテル Mac を使うのもありだし、もう MacOS は全然変わんないですから。はっきり言って。まあ、この間の動画で出したユニバーサルコントロールは、マシンの要件がちょっと高めですので、対応してない方もいるかもしれないんですけど、あれは別に、インテルだからダメとか、これ関係ないですからね。モデルイヤーのところだけ関係あるだけなんで。だからまあ、ほんとね、まあ、なんかすげえことが起こるのかなとか思って期待したら、あんまりそういうことは起きません。M1 MacBook 買ったって言ってもね。うん。まあ、これがウルトラだろうが、Max だろうが、Pro だろうが、変わらないんですよ。うん。Mac はやっぱり MacOS がやっぱベースで作ってあって、そのユーザー体験は、今までと何ら変わることがないというのが、私が MacBook Pro 14インチを買って感じた一番の大きいことです。はい。だから焦って買わなくてもよし、試しに買うのもよしということで、今日はね、そんな感じで動画の方をね、終わらせていただきたいと思います。今日は長々とね、MacBook Pro を買って、まあ、こんなところが良かったよとかね、まあ、いろんなちょっとね、喋ってみたんですけどね。まあ、もし、こちらの動画がね、よろしかったら、高評価ボタン、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。では皆さん、さようなら。よっぴでした。